でもです、私はですね、今ロシアウラジオストク国際空港に来ております。まあ、それで今回なんですけども、ここに先ほど S7 航空で到着いたしまして、結構いい時間でございまして、夜の8時28分です。もうだから今日は寝るだけですね、ホテル行って。はい、というわけで今からね、ホテルに向かうんですけども、まあ、ホテルに行くのは鉄道もあるんですけど、鉄道本数はそんなに多くないです。だからまあ夜なんでね、もうタクシーで行こうかなというふうに思うんですけど、意外とここのウラジオ国際空港からウラジオストク市内っていうのは遠いんですよね。タクシーでね、調べたところ1時間ぐらい結構かかりますね。そこにあるタクシーカウンターがありますので、そこでまあお金払ってね、乗っていこうかなというふうに考えております。まあ、それでまあ今回に関しては、まあ、ウラジオストク2泊3日のまあ滞在期というところをね、ちょっとお届けできればなというふうに考えております。というわけで、ホテルはもう市内の方に予約しておりますので、それでネットに関してはね、もう変な SIM っていう HIS 系のやつをもう使ってもらって繋がっている状態でございます。 SIM カードもね、卵のやつとか NTC とかね、SIM なんですけども、あそこも人もいますし、まあ売ってるんですけども、もう、まあ、Amazon でもね、ロシアの SIM っていうのは確か買うこともできると思いますし、まあで現地でもう今は SIM 買わなくてもね、いいんじゃないかなっていうふうには個人的には思ったりもします。それでまあちょっとね、今から両替所っていうところも探してみましょうか。その後にまあタクシーで空港に向かおうかと思ってます。 2,3 年ぶりぐらいに来ました。だいぶ綺麗になりましたね。さらにもう明るくて、とても床もピカピカしていい感じです。両替所もちゃんとありまして、 JPY ってありますね。ちょっとレートは良くはないかな、差がありますね。結構これだったらクレジットカードのキャッシングの方がいいかもしれないです。セディナカードで下ろすことができました。ここの金庫は少なくとも対応しておりましたね。ちなみにロシアのお金はこんな風になっておりまして、これだいたい1600円ぐらいです。1ルピー 1.6 円とかだったから。それで、ね、前回ねサハリン行った時に結構余ったんで、まあ、実験的に下ろしてみましたけれども、だいたい1万円とかそれぐらい下ろしとけばいいんではないでしょうかね、両替も。では今からタクシー申し込んでみます。まあ、白タクの、ね、人にも結構声かけられたりするんですけども、まあ、それよりも割高でもこちらのタクシーで申し込んだ方がいいと思います。前回も確か、ね、ここで申し込んだ気がします。申し込むことができました。1500ルピーでクレジットカード払いも可です。それでアメックスは多分ダメで、マスタービザなら OK って感じですね。1500円はだいたい2000円ちょっとかそれぐらいなんで、1時間ぐらい走らせるのであればね、高くはないと思いますので、ぜひともあそこ利用してみてください。はい、ちなみにこのサングラスのマークはサングラス外せってことですかね、ちょっと分かんないですね。はい、ではこちらのタクシーで向かいます。見つかりました。空港も着いてからすぐに外に出ることができたので、まあ時間帯がそんなにフライトが多くないからかサクッと行きましたね。だいたい50分ぐらいで、まあ、市内のホテルに到着するらしいですね。今回はホテルフリモリエっていうところになりまして、結構まあ日本人とかでも泊まってるような人が多いようなところをちょっと選びました。ウラジオストク駅の 裏にあるところです。それでまあこうやって地図を見ていただければ分かると思います。ウラジオストクはここがもう北朝鮮ですね。それでもっとでかくすれば、はい、日本がありまして、まあ、ここがウラジオストク、はい、そういう風な位置関係となっているようなところですけど、もうこれ見れば分かると思うんですけど、雰囲気がガラッと変わってますよね。はい、そんなところ今高速道路を走っております。まあ、Google マップでは50分ぐらいって書いてたんですけど、今タクシーの運転手は110キロぐらいで走ってるので30分ぐらいで着きそうですね。めっちゃ早い。タクシーの運転手も受付の人もすぐ分かってたんで、多分有名なところだと思うんで、横にはなんか緑って書いてますけど、ピカチュウもいたりして、そんなショップもあったりするようなところで、今回ちょっとここにお世話になります。1泊1万円ぐらいするところで2泊します。では今からチェックインしましょう。なんかちょっと不気味ですね。なんじゃこれ、なんかバブルの時に建てられた感が。
ポンポンしますね。今回509という部屋でちょっともうなんかね、日本から2時間で来れるところですかね。全然雰囲気が違いますけど、こんなお部屋でございます。おお、これが1枚のお部屋か。ちょっとシンプルだな、もうちょっと豪華かなって思ったんですけども、こんなティーもありまして、日本語も書いて飲食店の連絡方法ということで、これ電話かけたところで意思疎通できなさそうだけど、日本語でな。外の雰囲気はこんな感じです。アメニティもめっちゃたくさんあるな、すごい。これだけアメニティがあって、まあ、バスタブあるんですけど、ちょっとまあ汚いんであんまり入るのは現実的ではなさそうですね。タオルとかもあるんでいい感じですね。はい、というわけでここね、今回2泊あのお世話になります。それではちょっとお腹がね、もう夜の10時とかなんですけど減っちゃって、どうしようかなって、あのレストラン横のところが24時間やってるということだったんですけども、ちょっとレストラン入るまでもないなっていうふうに思って、コンビニがまあちょっと Google マップで探したとこあるんで、そこに向かってます。それでね、あのウラジオストクね、寒いと思ってたらそうでもないですね、今は、うん、このセーター1枚ぐらいあれば全然いけるぐらいで、なんかヒートテックとか持ってきたんですけどね、そこまではいらないですね。こんな街の雰囲気となっておりますけれども、どうですか。とても良さそうなコンビニなのかな、入ってみましょう。スーパーかもしれないな。でも24時間っていうのは分かりますね、上で。はい、ここでまあちょっと飲み物買ってみたら130ルピーなんで200円ぐらいか。まあセコーラが64なら100円ぐらい、まあそこまで日本と変わらないかなっていう感じですかね。こんな風にでかいビール持ってて160ピーなんで250円ぐらいかなって、ね、それぐらいで売ってたりしますね。中国のものとかも多いですね。普通になんかこうアメリカみたいに感じてますね。ホテル戻ってまいりましたけど、こうやってなんか水とか買っちゃいました。それでクレジットカード決済したんだけど普通にできますね。あのマスターとかビザだったら OK です。アメックスは使えないとか多いですけども、全然嫌がられるとかそんなことはなくて、はい、クレジットカード社会だなっていうふうに思いました。でこれあの一応パンもクロワッサンが売ってたんで、ちょっとそれとピーナッツとかそんなのちょっと買っちゃいました。これでも今日は晩ご飯として、 JAL のラウンジで食べればよかったのに何も食べなかったんで、はい、ピーナッツ塩も効いて美味しい。あ、もう直接あれだ、クロワッサンが入ってる。これこんなタイプのやつ、チョコパンですよ。美味しいです。うん、ロシアは結構もう普通の牛乳も売ってますし、食品はまあ日本ではあんまり馴染みのないものは多いですけども、レベルとかは低くはないと思います。今日はとりあえずこれ食べて、明日もう1日しかないので、明日はちょっとしっかりね早く起きて、まあいろいろウラジオストクっていうところを見ていきたいと思ってますので、今日はもう早く寝るようにいたします。それでホテルはこれ1泊1万円なんですけども、コスパはウラジオストクでもうちょっと安そうだなみたいな感じのイメージを持ってたんですけども、ちょっと悪いなっていうふうには、まあここ場所はいいんでね、ウラジオストクの駅の裏にありますので、うん、それでも1泊1万ちょっとこれで高いなっていうふうには個人的には思いますね。1泊5000円ぐらいがちょうどいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ朝食付きなんで、まあ朝食がすごい美味しいかもしれないです。レビュー見てたら、男一人で泊まればなんか電話かかってきて、なんか、ね、変な勧誘がかかってくるみたいなの書いてたんで、まあそういったのもちょっとあるのかもしれないんで、まあ男性一人で泊まるときはちょっとね、あのそれかかってくるかもしれないんで、まあ注意してください。明日朝早く起きたいんで寝ようかと思います。特にガウンとかはなくて。あとね、ここ Wi-Fi めっちゃ遅いです。うん、結構ビジネス向けとか書いてたんですけど、全然これパソコンできるレベルではないですね。はい、というわけでちょっとウラジオストクの課題といたしましては、まだこのホテルしか見てないんで何とも言えないんですけども、正直ホテルのクオリティっていうところは東南アジアとかに比べるとかなり低いと思います。あと日本に比べると、うん、そこはちょっとあの課題ですかね。マリオット系列とかもないです。あの唯一あるのはロッテホテルがあるらしいんですけども、まあ、そこだと多少はマシかもしれないですけども、まあ、ここも結構人気のホテルですから、それでこれかっていうような感じなんで、というわけでまあ今日は寝たいと思います。では軽くダイビングします。狭いんでね、はい、ではおやすみなさい。おはようございます。超硬いベッドでしたけども、7時起きる予定なんですけど1時間遅れて8時起きました。では今からね、あの朝食はホテルに着いてるということなので行きたいと思ってます。今日はでも晴れて良かったです。朝食会はこちらで、カニもいますね。カニも有名らしいですね、ウラジオストクは。こんな感じ。でも野菜もフレッシュな感じでいいですね。それでここはピザ屋になりますので、こんな風にピザも置いてますね。これがコーヒー、なんか読めなくもないですよね、こう見れば。いただきます。
はうまいです。ピザはあの日本でも美味しいやつは食べれるんで、そういった意味ではちょっと、まあ、軽めにしとこうかなと思います、うん、シンプルですけども美味しいですね。外にあの出てきましたけども、ここがホテルの近くのウラジオストク駅の前となっておりまして、前のやつがレーニン像ということで、ここは公園になっておりますね。めっちゃ像がでかいですね。これがね、東京大阪が2時間ちょっとで来れる都市ですからね。あそこがまあウラジオストク駅にあのなります。ウラジオストクはあのロシアの、ね、サンフランシスコともまあ呼ばれている街で、まあ、海があったりあと坂があったりするのかな。それでな確かなんか呼ばれてるとかな、そんなことをなんかガイドブックで見た気がしますけど、こんな街並みでございます。ウーバーってあるんですけどね、昨日でもウーバーアプリ見たら、ね、使えなかったんですけどね、なんか現地人は使えるんでしょうか、アプリがまた別にあるんでしょうか、わかんないですけど、でもとりあえずなんかウーバーとかタクシーが多いですけど、あちらには橋がありまして、横が教会、聖塔ですかね、まあ、あのね、ハーシーチョコレートみたいになってますけど、あれがロシアの教会の特徴っていう風に聞いておりますけども、こんな風にまあ有料の公衆トイレがありまして、ここ20ルピー、あそこにおばちゃんがいるんですけども、まあ、結構アナログですよね、こう見ると。だから20ルピーなんて大体30円とかそれぐらいでまあ用を足せるんで、まあそういった意味では安心ですね。おじさんが今トイレ入ろうとしてるんで失礼なんでちょっと逃げましょう。でここが売店っぽいとこですね。これもサハリンにもありましたけど、こんな風に、ね、社会主義っぽいですよね。なんかちょっと古いと言いますか、昭和感が、なんか日本も昔こんなのあったのかなみたいな、なんか思っちゃうようなあの雰囲気のところですね。こんな風に結構ウラジオストクは24時間ねやってる店が多いですね。歩いてたんですけど、このシナボンとヘスバーガーということで、皆さんシナボンは東京には多分あると思うんですけども、シナモンロールのお店と、まあ、ヘスバーガーってあの前回あのフィンランドでのなんかこうハンバーガーチェーンマクドナルドみたいな感じで紹介したことあると思うんですけど、まあ、そういったところもウラジオストクは行けばねあるということで、まあ、エストニアとかもあったんで、まあ、ロシアにはだからあるんです。だからロシアあるということはウラジオストクにもあるということで、まあ、このヘスバーガーとかね結構ヨーロッパのイメージがありますけども、実は日本からすぐにところにあると。だからもしなんかこうね、あのどうしてもロシアのこう食事が合わないとかそんなことがあるくらいあれば、逃げ込めばまあ普通のハンバーガー食べることができますので。あとはバーガーキングもありましたね。ただ他のなんかスターバックスとかね、そういったところはないですね、うん、このヘスバーガー、シナボン、あとはケンタッキーも横にありましたね。はい、まあ、それぐらいがこう世界にあるチェーン店ですかね。こういったまあ日本語を書いてるねところもちらほらあったりしますけど、まあそこまで多くはないですね。ここがなんかちょっとなんかおしゃれっぽい、なんかこう写真映えしそうなあのところですね。奥にはもう海が見えて、ここもう歩行者天国になっておりますけども、まあ、こういったところもありまして、カフェとかありますので、こういったところでなんかこう休むのもいいですね。なんかこういったところはロシアっぽいよね、割れてるとかまあこういった一面もやっぱりあったりあのしますね。街は正直こう雰囲気はめちゃいいですけど、こうゴミとか結構落ちてますね。ここはビーチですかね。夏になるともしかしたら泳げるかもしれないです。で観覧車もあったりして、まだねあの朝の10時前なんですけど、店がこれからなんかねオープンするとか、ちょっと早すぎましたね。だいたいロシアは10時ぐらいからオープンするみたいで、8時ぐらいからやってるとことかあんま なさそうな感じがしますね。ここはね前回のあのウラジオストクの旅行で行ったクレープ屋で美味しかったんでね、ちょっと行こうかなと思ったら、今10時でオープンしたところなんですけど、もうすごいお客さん入ってますね。全員あれです、あの韓国人です。まああの LCC も韓国の LCC もかなりねあの就航しておりまして、2、3年前行った時に比べるとだいぶ韓国人の観光客っていうの増えましたね。ちょっとびっくりです。時間あった後で行こうかと思います。鉄道があったんで撮ってますけど、ちょっとなんかでもこういったところはなんか日本のなんか鉄道と JR とすごいなんか雰囲気が似てるような気がしますけどね。今なんですけど、なんかやたら虎の個室も多いなと思ったら、なんか記念日みたいですね。虎感謝祭かわかんないですけど、子供も大人もコスプレして街に集合してる感じですかね。これがあのロシアで有名なグム百貨店、まあ、モスクワだとめちゃめちゃ豪華なんですけど、ウラジオストクはそこまででかくないですね。というか全くでかくないですね。ただの建物って感じですかね。ロイズチョコレートもウラジオストクには進出してるみたいですね。そこまでこう日本の企業が進出してるっていうのはなさそうな感じがしますけど、サハリンにもありましたけども、やっぱり大豆ドリンクはありましたね。そのまま日本の自動販売機はちょっとシュールですね。値段は弾けてメロンとか150円とかそれぐらいですかね。ローディングコーヒーというところに、まあ、ウラジオストクのスターバックス的なところでちょっと
カフェラテを注文しました。だいたいコーヒーが1杯100円とかそれぐらいなんで安いですね。クレジットカードも利用しております。こちら購入しました。結構美味しそうですよね。あの匂いもあのいい感じのやつでして、まさにスターバックスですね。これ見たらちゃんと後ろにこうインスタグラムが書いてて、ね、やっぱりこうインスタグラムとかやってる人も多そうです。ではいただきます。めちゃめちゃうまいです。ここはね、あの検索したらね、ローディングっていうふうに書いてるんですけど、アリスコーヒーっていう名前らしくて、あの場所によっては店舗があるようなところもありますので、僕のところはなかったんですけど、デパートなかったんですけど、ぜひともウラジオストクス来た際は飲んでみてください。とても美味しいです。今、まあ、コーヒー飲みながら歩いてるんですけども、結構ロシアはね歩行者優先で、そうあそことか渡ってたら止まってくれるんですよね車。すごい優しいですね、うん、そういったところはちょっといいと思いました。ちょっと郊外のね市場に行こうと思ってるんですけども、 Google マップであのバスを調べることもできてルートも出てくるんで、うん、すごい便利ですね。例えば54万で行けばお金は23ルーブル、まあ30円とか40円とか。あ、これだこれだ、乗りましょう。はい、意外とロシアはカード社会でバスの中でもタッチペイみたいなね、マスターとかビザとかそんなの払えるみたいですね。で、あそこの運転手の横の席も座ることができるみたいです。あそこは特等席ですね。本当に楽に来れますね。 Google マップとネットがあれば。はい、ちょっと市場に来てみましたんで、まあなんか私はこうなんか食べ物とか食べる市場とか想像してたんですけど、なんか物売ってるとこっぽいですね。市場では食品とかも売ってましたね。それで蜂蜜とかも有名みたいですね。もう本当に蜂が飛んでるますね。もう果物とかもなんかだいぶ違うような気がしますけどね。ここの市場に関してはキムチが売ってますね。まあここはあれですね、コリョ人っていう、まあ朝鮮系の、まあ、ロシア人方が運営されていることもありまして、まあ、そういった方は結構市場にいたりとかいらっしゃいますね。はい、なので、まあ、キムチをこうやって売ってたりもするみたいです。海産物も美味しそうです。いくらもそのまま売ってたりしますね、うん、こちらは肉とか売ってるところですね。こういったなんか餃子とかもコロッケみたいなやつも売ってて、あんなやつがめっちゃ可愛いですね。ピスタチオみたいなのもあります。高い。でも耳が出るけど、おかつそう。チンチン電車も走ってますね。中心地で走ってないでしょ。ちょっと郊外ではめっちゃ古いですけどもね。ソビエトっぽいですね。ロッテホテルがありましたね。まあ、多分ここで一番こう高級な部類に入るホテルがこのロッテホテルだと思います。ちょっと車を見てるんですけど、日本車が多いですね。で、日本で使えてた中古車かなって思われる車も結構ちらほらあったりしますね。車は決して綺麗ではないやつが多いですね。ここでいただきます。カニです。カニズーマというところです。このレストラン結構有名なところで、日本人にもよく来るということもあってか、日本語のメニューもありますし、妻は韓国人って言ったら韓国語のメニューもあったりとか、まあ、そういった外国人は優しいところなんで。それで3年前来た時はね、そんなカニってプッシュしてなかったと思うんですけど、カニ料理めっちゃ増えましたね。観光客がねカニ食べたいっていうのでめっちゃ増やしてるんだと思います。利益率も高くて、まあ、せっかくなんでその波に乗ろうということでカニもいただこうかと思います。カニは毛ガニ、ズワイガニ、タラバガニということで、日本海ということで、まあ、鳥取とかで取れると一緒ってことですかね。それで大体1キロで1500ルッピーなんで2300円とかそれぐらいです。高いか安いか正直私はちょっとよくわかんないんですけど、どうでしょうか。多少安かったりしますかね。まあ、ロシアのカニっていうと日本でも多分輸入されて食べられてますよね。でホタテとかもあるみたいですね。これをいただけるそうです。かわいい。 OK? OK! Thank you! この店に選んで正解でしたね。あのアジア人が多いんでアジア人の心を知ってますね。写真撮らせてくれたりとか。こちらはサービスということで、まあ、韓国人が多いということで、キムチとかで、なんかあのビビンパに入っているこのなんか山で採れるやつですよね。それもなんかロシアでは採れるらしいです。それであとは頼んだカニスープですね。あのこちらを注文してしたので、まあ、とりあえずもうこれお腹空いてるんでいただきたいと思います。いくらも乗ってますね。うまい。カニも本物の味がする。これだけで十分かもしれない。もういくらも美味しい。さすがウラジオストクですね。ここはいいです。アジアのフュージョン料理ということで天ぷらとかも売ってるんですけどね。まあでもアジア人もめちゃめちゃ多い。中国人、韓国人。カニを待ちましょうか。
手袋もある。手術。あれ切れた、うまくいかんの。まあ、本当は多分綺麗に食べれるんでしょうけど。おお、クリーミーや。カニはね、すごいあったかくて美味しいです。冷たくないですよね。そう。バンクーバーで食べた関西物はね、結構美味しかったんですけど、冷たくてね、まあなんかスープとか頼めばよかったなっていうふうに思ったんですけど、こちらのカニはあったかくて美味しいです。場合によってはなんかカニも売ってない時期もあるからしいんで、ちょっと今のなんか10月上旬ぐらい、今9月下旬なんですけど、それが一番美味しい時期らしいですね。たまたま来たんですけど、ラッキーでしたね、そういった意味では。ここは行っちゃっていいですか。それでこんな感じで頼みましたけど、もう完全頼みすぎたかな、まあ、頑張って食べます。これは金に見えますけど、ゴールの色つけてるらしいですね。まあ、フュージョン料理の店なんで、正統派ではないですね。こんな風になってて、しかもでもゴールドについてるのは若干気になりますけど、大丈夫ですかね。簡単なんでいいですね。このゴールドはタレですね。ちょっと甘い味がします。うまい。全部エビとかもあったかいんでうまいっすね。やっぱ冷たいよりあったかい方がうまい。これだったらスープなくてもよかったので、これまあ日本海で取れるのともしかしたら同じかもしれないですけど、まあ、ちょっとこうやってロシアなアレンジをされたやつは食べればいいですね。ここは間違いなく美味しいです。まあね、安くはないですけど、でもいいんじゃないですか。カニ美味しくいただきました。いやマジうまかったです。うん、そうでも若干こう量多くてね、最後辺は冷めてたんであれでしたけど、いやもう最初はめちゃうまかったです。おすすめです。カニ、海産物ウラジオストク。というわけで今遊園地で来てるんですけど、今日は日曜日ということなんで、すごい人ですね。はい、活気づいてます。まあそれでまあね、ちょっとまあ日本とはだいぶ違いますけど、とてもなんか和やかでいいんではないでしょうか。ウラジオストクやこういったところもありまして、子供はたくさんいますね。うん、やっぱりこう若いカップルと、あともうすぐにもう子供がなんかできてるようでございまして、子供にはさっきのレストランもすごいこうキッズルームとかめちゃめちゃ広くて、子供がギャーギャー言ってたんでね、すごい子供を育てるにはねいい環境だなっていうふうにサハリン同様に思いました。これに関しては私もすごいやりたいなみたいな、面白そうですね。水があるめっちゃ汚いですけどね、はい、これは楽しそう。こちらサハリンの遊園地にもありましたけど、実用的でいいですよね。僕もこれやってみたいですよね。ロシアはこんな風なのがあったりして面白いですね。朝も来たところですけど、またやってきました。いやすごい、日曜は人が多いですね。ゲームもあったり、食べ物も売ってたりとか、家族でみんな来てますね。ワンシャリゲットしました。意外と高くて、グラム単位なんで150と思ったら300ぐらいかかっちゃって、まあ、500円ぐらいですね。まあ、安くはないですけど、まあでもいいんではないでしょうか。こういったところで、まあ、買ってねアイスクリーム食べたりとかすることができます。ではいただきます。美味しいです。ティラミスいい感じです。またいろいろ歩いていこうと思うんですけど、ウラジオストクね、これ多分ね ANA と JAL が就航したらめっちゃ日本人来ると思います。なんとなくそんな雰囲気が漂いますね。そうなるとでもやっぱホテルがなんか来なくなったりね、なんかするんじゃないかなっていうふうに思います。もう中国韓国からもかなりね来てるっていうことが今回の滞在で分かったので、うん、日本人ももうそれなりにいますからね。まあ今日本は3連休ということがあって、いつもより多いかもしれないですけども、もう日本人でも気づいてる人は気づいてるって感じのところですかね。それがまあ今のウラジオストクかなというふうに思いました。せっかくなんでウラジオストク駅の方にも今から行ってみたいと思います。ウラジオストク駅です。こちらがロシアの言葉に関してはまあなんとなくはウラジオストク、アルファベットと一部被っているところもあるので読めなくもないですよね。こちらがねまあ、タイムテーブルとなりますけれども、まあこういろいろ何か書いてありますけれども、まあ、ほとんど読めないんですけども、モスクワってね書いてますけど、まあ、ウラジオストクからモスクワまで電車で、まあ、知ってる人は多いと思うんですけど行くことができるんですよね。まあ、いずれはちょっと乗ってみたいということ
ので、この002番っていうのが、あの多分到着便かな、モスクワからの、もちろんウラジオストックからね、あのモスクワまで行くっていう電車もありますけれども、ああいう風に書かれておりますね。まあね、飛行機で行けよって話ですけれども、まあそれはそれで移動を楽しむというので、こっちのモスクワはね1週間かかりますからね。まあ行く人も少なくない、まあスーツ君も乗ったやつですね。とてつもない長い長い電車がこちらのウラジオストックからは出ております。ちなみにこんなね、あのデザインのものもありますけれども、こちらのウラジオストックからフランスの、マルセイですかね、こちらまで多分つながってるっていうことを書いてるんだと思います。これはあのプサン駅ですね。実際は北朝鮮がありますので、まあ事実的にこの移動っていうのは今はできないんですけども、レール上はつながってるっていうことを多分ここに書かれてるんだと思います。いやーね、プサンから行ってみたいですよね、フランスまで。このおしゃれな駅を出ますと、こんな風に、まあ、鉄道のところまでプラットフォームまで来ることができて、別に誰でもチケット持ってなくても荷物検査さえすれば来ることができます。まあ、ここからだからモスクワまで、まあ、この電車はモスクワではないんですけれども、はい、まあ、いろんなとこ行けたりということで、もうこれも夜行電車みたいになってますね。多分ベッドとかそういったのもあるんだと思います。カーテンがありますしね。別の角度からあの電車を見てるんですけど、めちゃめちゃ長いですね。この本当に逆向いて何両あるんだってぐらい長いですね。それでこう向くとほいっとまた何か建物があるんですけど、多分これ国際線フェリーターミナルじゃないかなっていうふうに思うんですけどね。ここからあの韓国のトンヘ、はい、そちらを経由して鳥取の境港、そちらの方におそらく向かう船もここから出てるんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。この三菱の車なんてまだ走るんでしょうかね。ここはまあウラジオストック駅前なんですけども、スーパーマーケット読めないこともないですね。はい、こちらちょっとまあ明日帰るということもありまして、まあなんかお土産みたいなのがあるやん、買ってみようかなっていうふうに思います。大体マトリョーシカは1600円とかそれぐらい売ってますね。はい、っていうのありますけど、プーチングッズとか売ってたりしますね。プーチン T シャツありますね。ロシアといえばあのこちらの赤ちゃんの絵が描いたチョコレートがまあ有名ということで、私毎度買ってるんですけど、まあ、今回もちょっと買ってみましょう。ちっちゃい小分けのやつも売ってたりしまして、値段は160円とか170円とかそれぐらいですね。お土産としてもハチミツも結構、ね、あの安く買えるらしくて、まあ、こういったの買うのもいいかもしれないです。キャビアも安く、まあ、ロシアでは売っておりまして、まあ、100円とか、まあ、キャビアって言っては魚の卵っていう位置づけだと思うんですけど、まあ、黒いもう見た目は一緒のキャビア、こういったのをちょっと食べてみるといいかもしれないです。お酒にも合うかもしれないです。17時34分でまたね、あのレーニン日のあの銅像の前にやってきたんですけども、まあ大体これでウラジオストク主要なところいろいろ見回ったのかなというふうに思いますね。まあこんな街です。だから決してなんかこうたくさんね、なんかいろいろあって、まあ買い物したり、まあ買い物ってお土産ぐらいでなんかね、お得なものがあるとかそんなわけではないですね。なんか一部ロシアの食器とかね、なんかそういったのも買う人もいるみたいですけれども、1日でも本当に十分かなというようなぐらいで、まあ今からこう晩ご飯ね、あの食べてもいいのかなっていうふうに思うんですけど、先ほどね食べたカニが結構ねいっぱい食べちゃいましたので、お腹いっぱいで今日はもしかしたら晩ご飯はちょっともうこれであのおしまいになってるなるかもしれないです。今ホテルにね、あの戻ってきたんですけどもね、あの今重大なことに気づいたんですけども、あれですね、ロシア LINE 使えないんですね。あの昨日はね、あの使えたんですよ。ただなんか中国と同じで不安定みたいで今日使えてないですね。あの他の YouTube とかはね、あの見ることができるんですけど、なんかね、あの LINE ロシアで使えないっていう噂確かに聞いたことはあったんですけども、でも普通に今まで使えてて、なんか今日なんか遅れねえなみたいな感じで思ってたら、あれですね、今妻と話して分かったんですけど、遅れないですね、あのネット繋がってるのに。そう、それに今気づきました。というわけで、ちょっとこれがどうなるか分かんないんですけども、これはちょっと不便ですよね。まあもちろんこう VPN とかね、あと Facebook とかなんか他のメッセンジャー使えばいいんですけども、LINE がこう使えないって地味にいやらしいですよね。なんで使えなくしてんだって話で、まあいろいろこう国の事情があるとは思うんですけども、あの規制が入ってるんで、もうそこだけはちょっとね、あのご注意ください。ただ昨日も使えてたんで、今がたまたまなんかこう運が悪く使えてないだけかもしれないですけど、とりあえず今は使えてないです。はい、それでは晩ご飯を食べに来ました。こちらにこのお店なんですけども、ロシアンクイジンカフェということで、いろいろこうロシア料理、まあそうですね、来てね、ロシア料理ってあまり食べてなかったんで、
はい、というわけで、まあ、いろいろあるんでちょっと注文してみます。こちらおろし塩注文いたしました。大体これでなんか500円600円それぐらいだったので、すごいお手頃でした。あとはこちらクレープ、はい、注文いたしました。これも結構ロシアでは、まあ、ウラジオストックではなんか有名な店とか、あと餃子をねもう一個頼んでるんですけど、まだちょっと来てないんですけど、もう先にいただきたいと思います。美味しそうです。ボルシチ美味しいですね。独特な中匂い、またパクチーとは違ったやつなんですけども、あるんですけど、オニオンスープみたいにちょっと似てるから、ね、美味しいです。ここはロシアですか、ね、こちら餃子も来ましたね。可愛いやつ、ロシアン餃子。牛肉が入った、日本にもありそうな餃子、まあ、小籠包、そんなお味ですね。まあ、やっぱりこういったところはちょっとなんかアジアの文化がちょっと混じってるのかなと思ったりしちゃいますね。この店はちょこちょこもう写真付きのメニューで、自分のなんかこう食べたいものとそんなに高くない値段で500円とかで食べれるんで、ロシアの料理はこれおすすめですね。ぜひとも来てほしください。クレープいただきますか。はい、クリームをつけて、まあ、クレープも有名なんですよね、ロシア風クレープって。でウラジオストックにも先ほども朝行ったと思うんですけど、有名店めちゃ並んでたっていうところで、こんなのあったりするんですけど、この店でもありましたね。頼んでみました。味はめちゃ薄味です、ですけれどもなんかこうついつい食べちゃいそうな感じの味ですね。まあ美味しいです、うん、なんか日本のクレープとは違ってちょっと太いですね。まあ僕はなんか日本のクレープが好きかなというふうに思うんですけど、これもこれで多分好きな人はいると思うんで、まあぜひともウラジオストク来た際にはチャレンジしてみてはどうでしょうか。デザートにいいですね。あと朝ごはんか、まあこんな感じで、ここはちょうどこう夜ちょっと食べたい時とかにいいですね。美味しく食べました。あ、2人で食べてね、8時以降は 30% オフになるらしくて、もう1600円とかあれだけね、水も2本頼んで、いやめちゃ良かったです。はい、というわけでもうホテルに戻ります。夜はちょっと正直、まあ、今なんかライブみたいなのやってるんであれですけども、ちょっともう裏通り行くと暗くてあんまり街灯がないからか、うん、そうちょっと怖いっていうのは正直な感想です。夜は出歩かない方がいいと思います。夜の10時でございまして、もう明日です帰国いやあっという間ですね。でももう今日1日でだいぶウラジオストクっていうところをね回ることができましたので、まあそんなにまあ大きい街ではなくてコンパクトな街で、まあでもこうちょっと郊外とか足伸ばしてるとかね、バスとかまあ使うこともできますし、あと今回はね使ってないんですけども、ヨンデックスっていうまあウーバーみたいなねアプリもありますので、まあ、ちょっとこう会員登録とかは電話番号認証する必要あるんですけども、それさえ使えばまあいろんなところにね、まあ正規のメーターで結構ねタクシーの運転手はこう過去のなんかね使った人のレビューとか見る限りだとぼったくりとかは普通にあるそうなんで、メーターとかではなくてね、ちょっとそこがマイナスですよね。まあただこう先ほど言った通りアプリを使えばまあ正規の運賃でね乗ることができたりとかしますので、ぜひともタクシー使われる方はねヨンデックスっていうアプリをねロシア版のウーバーですから使ってみてはどうでしょうか。ウラジオストクも使うことができます。ちなみにウーバーは使うことができません。なんかウーバーのついたロゴはの車はあるんですけどね、あれちょっと意味が分かんないですね。はい、というわけでまあ今日はね寝ようかと思いますけれども、ちょっと今日一日めちゃめちゃ歩いたんですよね。こんな感じで2万2000歩ということで、めちゃめちゃ楽しい街歩きでした。はい。本当にもうね、沖縄とかでもちょっとテンション上がりますけど、なんか本州とは違った雰囲気って、もうさらにそっからもうね、ヨーロッパみたいな雰囲気って、ね、沖縄に近いところで味わえることができるんですから、これはいいです。まあ明日のフライト1時とかになりますので、だから11時ぐらいにも空港行かないといけないんですよね。だから明日も朝ごはん食べて空港に向かうだけっていう感じになりますかね。というわけで、まあ今日は、もう、今からちょっと早いんですけども11時ぐらいなんですけども寝てね明日に備えたいと思います。というわけで今日は本当に疲れたのでよく眠れると思います。おやすみなさい。おはようございます。ウラジオストク3日目の朝でございます。今からまあもう今日帰るということで空港にまあ向かうんですけども、朝の8時です。はい、それでまあちょっと早いんですけども、まあそれで朝食もホテルついてるんですけど、今日はちょっと食べないで、というのもピロシキが売ってるということなので、まあちょっとやってるか分かんないんですけどもね、そちらでなんか朝ごはん食べたいなっていうふうに思いまして、
ちょっともうそちらの方に向かってから空港に向かいたいと思います。ではちょっと今からチェックアウトします。それにしてもこのホテルは結構あれでしたね。なかなか特徴のあるところと言いますか、日本とは変わってますね雰囲気的にはなんて言いますかね、なんか、そうベッドもめちゃ硬かったですし、結構壁も薄いんでね、廊下でちょっと話しただけでめっちゃ聞こえるみたいな、そんなところでございました。雰囲気はちょっとなんかセントレジスっぽいところがあるんですけどね。あそこは朝食会場になりますけど、結構ロシアのお店はね、外からだと真っ暗なところ多いんですけど、やってるところって意外と多いんですよね、あれでも全然営業してますからね、朝ごはん会場として全く見えないですよね、閉まってるように見えますよね。でも中で人は動いてます。今日は月曜のウラジオストクなんですけど、出勤されると思われる人が結構ぼちぼちいて、ちょっと今日は寒いっすね。このジャケット着てても寒いです。風が強くて、はい。それでは、ピロシキアにやってきました。やってるから。天使のエレナさんと息子のマトビエさん。無事買いました。とても親切な方でした。ではちょっと食べたいんですけども、今回は空港まではちょっとで電車で行こうと思っておりまして、あちらのウラジオストク駅から出発ということで、これはちょっと別の動画にしようと思っているので、はい、楽しみにしていただければと思います。今空港に向かっております。こちら広島買ってきたの、いろいろあるんですね。ちょっとこれが何か分かんないんですけど、食べてみましょうか。これはキャベツ味らしいんですけど、具はなんかこうキノコとかいろいろ入ってるのかな、美味しいです。ぜひとも、皆さん、広式のウラジオストック来たら食べてみてどうでしょうか。ウラジオストック空港に到着いたしました。本当にね、あっという間の2泊3日で、実質的に昨日しかなかったんですけども、こういった弾丸の旅行でも十分にもうウラジオストクっていうのは楽しむことができるのかなっていうふうにね、思いました。なので、ぜひともね、ANA と JAL が2020年には就航させると言ってますけど、延期にはならないですかね。なんかそれが若干気になりますけども、ならないのであれば、こういったふうに弾丸で週末で来るっていうこともね、十分できると思いますので、最近 LCC がこう就航して、那覇とか台北とか、ソウルとかね、行かれる方っていうのもかなり増えたと思うんですけども、もう何回も行き過ぎて飽きちゃったよみたいなね感じの人がいるのであれば、ぜひともここのウラジオストクにね、来てみることをお勧めいたします。この動画面白かった、役に立ったって人で、ぜひとも高評価、チャンネル登録お願いします。またツイッター、インスタグラム、ブログやってますので、フォローチェックしていただければ非常に嬉しいです。こんな感じで今回の動画を終わりたいと思います。それでは。